京都の語り部、世界を旅する YouTuber、岸井です。このところ京都御所についてよく取り上げております。蹴鞠が始まるところでございますね、これから。この蹴鞠という、遊びといいますか、古代から続く遊び。私もこれはよくわからないです。楽しそうに見えるんですけど、結構、どこをどうすればいいのかということで、あんまりよくわかりません。しかし、みやびな感じになりますんで、この雰囲気を楽しんでいるというのが、キッシーの正直なところでございます。昨日のどうする家康で、豊臣秀頼の成長、そして関白家としての秀頼の後継ぎとしての素養を身につけさせるということで、武学のシーンなどもございましたけど、別のドラマではこの蹴鞠もですね、重要な素養ということで練習をされておられたということが取り上げられておりました。しばしこの情景を眺めていることにいたしましょう。とにかくこの真っ青な秋晴れの下で優雅な遊びを拝見できたというのは貴重な体験であったなと思っております。京都の古の文化が残っているありようを皆さんと共有してまいります。